友人の勤めてる会社は毎朝3時に社長から日記みたいな内容のメールが来ます。またそれに対しての返信メールが週などの変化に含まれそうです。私はそれを聞いた時に驚きました。そんな会社どう思いますか？ひろきさんの見解聞かせてください。頭の悪い人をいっぱい集めて根性で何とかする営業系の会社だと結構正しいんですよね。要はあのいい悪いとか面倒くさいとか考えずに、社長に言われたことだったら給料が増えなかったとしても全然やりますっていうソルジャーを増やした方が結構営業系ってうまくいったりするんですよ。要は残業代請求しないようなやつの方が会社としては利益率高いので、なので会社としてその利益率を高めるっていう上では方法論の一つとしてありだと思います。その要は社会的に正しいかどうかとか、ブラックな企業っていかがなものかなみたいな、その平等論とか公正論とかで言ったら良くないよねって話になるんですけど、ただその私企業として経営者が利益率を最大化して自分が幸せにするためにはどうしたらいいのっていうのであれば、それは方法論の一つとしてはありなんじゃないかなと僕は思っちゃいますね。